サボ大丈夫かな、サボ。サボ大丈夫かな、サボ。喋るに対して耐久さんをつけ、爆発したいと思います。どうも皆さん、バグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうかね。ヒヤさん、一緒に今日も頑張っていきましょうね。ナビのクイズ聞く。はい、今日は前回か、やった時にですね、ちょっと気になったことですね、今日はやっていこうと思っております。よろしくお願いいたします。それでは本日もやってまいります。ショータイム、殴りクイズ聞く。はい、ヒヤさんの画面出して、ヒヤさん、じゃあ今日はね、アイアンゴーレムトラップの放置お願いいたします。殴りクイズ聞く。放置させていただきました。そしてヒヤさんにね、 TT からね、火薬を持ってきてもらいましたので、まずはこの辺りの処理から始めていきましょうか。まずはそうだな、コップンを詰めていこうかな。そして火薬を入れといて、でですね、経験値溜まってるでしょ。シャベルとツルハチを火薬させたんですよ、放置してね。だからあんなに骨集まってるんだけど、シャベルに対して耐久さんをつけたいなとようやく言い出しました。よいしょー。耐久の人いたと思うんだけどね。耐久2を2つ取って、作ってた可能性があります。うん、多分そうだな。んで、シャベルにつけると、よし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 、そうだ、せっかくここに来たんだから取引できるだけしよう。相当減った。みんなシルカーボックスが開いたぞ。てかここに入れちゃえば全部開くんだけどな。そうしよう。シルカーボックス全回収、回収完了。地味に気持ちいい。いや、言うてるけどサボが心配ですよ、僕はね。大丈夫かな、サボ。さあ、耐久つけたことですし、今日の作業をご説明しましょうかね。はい。こいつらですね、こやつらですね、こやつら、こやつらを一箇所にまとめようと思います。っていうのも、拠点をね、大きくしていく作業、ここ最近行っておりましたね。あちらに墓地を作ってみたり、墓地に関してのコメントね、まだ見れてないので、コメント確認し次第対応しようと思います。とですね、昨日やったのが、はい、そこに見えてきました、テラコッタの部分ですね。こうって研究所なんですよ。いろんな、機械を試したりとか、なんか、いただいたリクエストをここで試したりとかっていうのをやっていこうと思っている場所でございます。こいつらがいるじゃん。数えたんだけど、多分6体ぐらいいると思うんだけども、その6体を1箇所にまとめたいんですよ。しかもよ、敷地内でできるようにしたいんです。つまりですね、彼らの爆発に耐えうる場所を作っていかないといけないということ。というわけでですね、これ2マス掘ってるな、これなんでだ。あー、スペースを作りたかったからか、周りに。じゃあそれ後継ぎしよう。耐久ついたから今日は大丈夫だぞ。うん、はい、すっきり。ではですね、実際やっていきたいんですけれども、爆発しても潰れない場所を作っていきたいわけなんですよ。分かっていただけますか、皆さん。まあ、ある種こう研究所の隣に作るのもいいんじゃないかということで、この辺りちょっとね、この高さで整地していこう。これすごい大げさだけど、上もねちゃんと土に変えていくからね、こういう風にね、ちょっとまあまあ埋め立てていこう、埋め立てていこう。はい、埋め立てました。この帯電クリーパーの爆発がどこまで影響を及ぼすかを確認しないといけないんですよ。ちょっとね、調べたところ 12×12 スペースぐらい爆発範囲がと思うんですけど、これ実際試した方が一番早いので、4567、あ、7体いるな。じゃあ6体分作れるってことになるな。よしよしよし、いいぞ。じゃあ1体を使って実験をしていきたいと思います。さあ準備、まだまだね、やんないといけないことがたくさんある、足りないと思うんだけど、ここに、黒曜石あるでしょ。はい、ここに 12×12 の穴を開けてみました。ここに黒曜石を敷き詰めていって、もう足りなーい。1体専用のスペースでこれだよ。だからこの真ん中にね、ボートで捕獲しておいて、そこで爆発させた時に周りに影響があるかどうかをまずは確認しないといけないんですよ。そうじゃないと、作っていけないので、まずはこいつで試したいとは思ってんだけども、寝てから黒曜石削りに行きます。削る削る、おやす。また土とかが余ったので、昨日埋め立て損なったここ、ところをね、埋め立てていこう。すっきりしたぞ。まだあった、まだあった。そういえばこういうさ、水だまりにグラウンドがクソ湧きすることなくなったね。一時期はすごかったのに。あ、そうか、ビーコンはあそこに置いてんのかな。ちょっと何してくれてんの、あいつ。ありえへんって。ピッバーカ、よこせ。
ちょうどヒヤさんがアイアンゴーレムトラップで鉄を貯めてくれてるので、ゆくゆくはこのエメラルドを使うのではなく鉄で作りたいところですね。そうすれば、各所に作れるもんね。もっと鉄がいっぱい集まれば。いただきビーコン。では戦場に戻りましょう。どうなるか、爆発の形跡はあるのかどうか。マジで、あ、すごいな。完全にあいつの攻撃もワープしてきてる感じだ。おお、これに作ってから初めて来たな。高さのないところを狙いたいな。まあいいや、この真ん中だ。この辺立てよう。ほっ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 へい。では上から崩していくとするか。早い早いぞ。では皆さん、多分この間にマグラジオやると思います。あ、そうそうそう、こうやってねマグラジオやってる時の顔が怖えって言われたからね顔が怖えってずっと笑ってるわけにはいかないので失礼いたします。ではマグラジオ行きたいと思います。こちらアズタロさん、プーレイオムライスですね。ハートも書いてます。そしてトムさんのうちの門番たち、あれです。サラエカさんですね、いつもありがとうございます。ホナシラス、絶対日本酒だろ隣これ。ピースケさん、ウームキャンプの可愛いですね。私がいい味出しますねこれ。マグリー応援してて、いやいや誰このクリーパーの可愛い。はい、というわけで一応これぐらいね集めさせていただきました。そんな耐久も、ツルハシの耐久もそんな減ってなかったので、まあちょろいね。うん、ちょろまつちょろまつ。さあ帰ってまいりましたんだ。いよいよですよ、レアな彼らをね、を実験台にして、いかないといけないという辛さがありますが、この 12×12 のラインを作るじゃないですか。連れてこないといけないじゃないですか。こういうことになると思うんですよね。でここから1212、1234、ここが真ん中になるわけで、ここが真ん中だよね。多分ここが真ん中でいいと思うんだよね。つまりこういうことだと思うんですよね。ここに連れてくれば、誘導してくればいいわけ。ちょっと待ってね、黒曜石もったいないから、なるべく少ない黒曜石でうまく誘導して、なおかつ中が見える状態にしていきたいので、さあここから大実験のスタートだ。まあ一回のね爆発実験で全てがはっきりするとは限りませんけど、なるべくまあ弱いブロックを持っていこうね。今回だったら、草ブロックか、草ブロックを、持参しまして、草ブロックが潰れなければ、例えば多少のダメージを食らったとて大丈夫だと思いませんか。なのでここ草ブロック並べるじゃん、周りに 12×12 の黒曜石作ってる周りの草ブロック、これが潰れるかどうかだよな。潰れたらちょっと考え直さないといけないんだけども、こういう具合にいくじゃないですか。でここ連れてくるでしょ、で爆発させるでしょ、まあ、ここはまあまず間違いなく潰れるわな。うん、だから置かなくてよくて、筒を作るわけじゃん、ゆくゆく上から他のモブを落とすための筒を作るので、まあその筒の形がねこういう風になってくるはずなんですよ。これで、1,2,3,4,5,6 段積んだのか。じゃあ7だな、覚えやすいように7段積んどいて、いくよいくよ、よーし、また、いよいよ準備が整いましたよ。彼を爆発させて周りのブロック、敷いたブロックがどこまで潰れるのか。これ2段積んどいてやろうか、これ2段積んどいてやろうか。そうすればもっとはっきり分かるんじゃない。全く潰れなければ作戦は成功なんです。私は左手にトーテムを持っておりますので、共に爆発したいと思います。頼んだよ。お、ご覧ください、周りの壁一つも潰れておりません。そして上が5段まで潰る。そこまで黒曜石で上げてあげれば毎回潰す必要がないと。ここの周り潰れなかったですね。床も当然潰れませんでした。まあこのここのね黒曜石があるからかもしれませんが、これはねつまり皆さんね、ちょっと待ってて見ててね、ここはもう食らわないということなの。1,2,3,4,5 5マス、このクリーパー帯電がいるところから5マスはダメ、ノーダメージということは同じことが言えるんですね。つまりどういうことなのかというと、こういうことなんだよね。こうして範囲が判明したわけなんですよ皆さん。こういうことが言えるわけね。でここをこうこうこうでこうで、ここは入り口になる。1,2,3,4,5、はい、5体分作らせていただきました。そうだ、よしはい、お家ができました。
次にですね、他のモブが入ってこれないようにもしておきたいので、完成、うん、ではないんだけども、もう見た目的にほらやばくない？ちゃんと入ってるでしょ、5体。こういうのとかどうですか？あ、これかっこいいじゃん。今日もいいのができたぜ。5体しか入れてないのは、黒曜石また取りに行ったんですけど、それでも足りなかったですね。上の道作るとか、その筒作ってたら、全然足りなくなってしまったということでございます。エンディング取ってからここ取りました。さあ、それではヒヤさんの放置結果をご覧いただきましょう。増えてます。ゴーレムが一人いるはずなんだけど、どこ行っちゃったのかな。それでは本日誕生日の兄弟たちよ、刮目せよ。お誕生日おめでとうございます。メリークリスマス。いや、そして皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。ほな、メリークリスマス。隠し続けておりました。